はい、こんにちは、スノーボッカーの久保と申します。ウィニングレブン2020体験版、今日はこちらのゲームを実況プレイしていこうと思います。はい、皆さんね、ウィレ2020体験版もうプレイされたでしょうか。僕もね、1回だけ、ね、オンラインマッチでやらせていただいたんですけれども、まあどうやったらプレイのスキル出たのかなとか、そういったことがよく分からなかったのと、結構なんかパスのね、精度とかがだいぶ落ちてるなと思ったり、なんかドリブルしにくいなと思ったりもしたので、まあ、その辺ちょっとね、確認しながら、あとはスキルですね、新しいスキルとかの、まあ、出し方なんかもね、見つつ、それをまあオンラインマッチで出していけたらなと思って、今日はやっていこうかなと思います。はい、ということでいきましょう。はい、まずはね、こちらヒント出ておりますが、新しい操作方法を見ていきたいと思います。ポーズメニュー、ヘルプ、操作一覧の、鐘のマークを目印にフィネスドリブルなどの新しい操作や変更された操作を確認しましょうということでね、まずはそちらちょっと見ていこうと思います。はい、でカメラタイプですね、これはとりあえず置いといて、あ、そうだな、まずカメラタイプ設定ですね。スタジアム、ブロードキャスト、まあ、いつもはおそらくどれやったかな、ダイナミックワイド、これだったと思います。はい、 OK で、ヘルプ、これですね、操作一覧で、まずは、オフェンスから見ていきましょうか。はい、でドリブル、まあ、これはいつも通り、そうですね、ありました、フィネスドリブルというのが R、 これみたいですね。でノータッチコントロール、ドリブル中に L1、R1 離す、なるほど、ノータッチコントロールね、はい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 相手ゴール方向に体を向き替え停止、 L 離す、 R1 長押し、はいはいはい、で停止が L 離す、 R1 を2回押して直し、お、間違えた、はいはいはい、なるほどね、さっきのどこ行った、これね、はい、ダイブ、これはまあ使わないかな。で、トラップは、L、 なるほど、ノータッチコントロールが、ボール追随中に L 離す、ノータッチコントロールね、はん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 。で、相手ゴール方向に体を向き替え、トラップ、 L 離す、 R1、 なるほどね、まあ、結構 R1とか、R っていうのはあれですよね、R3 ボタンですよね、これが。トラップ L ね。色結構この R3 と呼ばれるボタン、これめっちゃ使うみたいですね。まあ、あの右のスティックですよね。で通常であれば、まあ、この R3 と R というのは、これを押すんじゃなくて、操作するみたいな感じなのかな、つまりフィネスドリブル、なるほどね、方向をいじるみたいな感じでしょうね、押し込むんじゃなくてってことですね。キックテクニック、はい、キックチェンジ、これが、四角または丸、ボールを蹴る前に三角、キックチェンジ、よくわからなかったな。でボールを足元に転がす、あ、ゴールキーパーね、これ、R1 を二度押し、これは変わってないのかな、どうやったかなアドバンスコントロール、結構新しいの増えてますね。コンビネーション、テクニックコントロール、ボディシザーズ、ステップオーバー、なるほど、高速シザーズ、シザーズを持っている、R2 に R1 上で離すみたいな、直後に L でターン、めっちゃ難しいないめっちゃ難しいない、これも一個ずつやってった方が、全部今見てやろうと思っても多分できないんで、できないというか多分覚えてないんで、一個ずつね、動画でやっていこうかなと思います。ディフェンス、あとディフェンスの基本操作、インテンショナルファール、これ見たいですね。ペケ2つ、これめっちゃ出そうやな、なんか状況によりインテンションファールを行います。インテンショナルファールね、インテンショナルファール、ペケ2つね、状況によりか、後ろから行ったら、ああ、なんか小谷さんの動画でありましたね、これは。でとりあえず一番見ておきたいところというところで、ドリブルやったかな、フィネスドリブル、これやってみましょうかね。 OK ということで、まあ、大体操作の方確認したんで、オンラインマッチ進んでいきたいと思います。はい、まあ、一応ね、動画にするのは初めてなんで、それじゃあ行きましょう。
はい、それではね、対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。ちなみに僕がね、右の方のバルセロナです。まあ、スキルがたくさんね、持ってる、まあ、メッシとかがいるバルセロナの方がいいんじゃないかなということで、今日はねバルセロナで始めていきたいと思います。はい、ちょっと素で噛んでしまいましたけどね。でデンベレの方がいいかな、やっぱりデンベレ使いましょうか。ここでアルトゥールよりもどちらかというと、コーチニョの方がちょっとね、まあ、ゲーム的にね、スキルがたくさん持ってるんで、あ、ちょっと OMF で使おうか、さすがに。 OK、 これでいこう。ちょっとバランス悪そうですけどね。で、コンセプトアレンジ、これもつけていきたいと思います。まずはティキタカついてるんですけれども、新しい、ね、コンセプトアレンジで、これプレイエリア幅制限というのがあります。まあまあまあ特に何かしようとは思わないんですけど、まあ、これつけとく？面白そうですね、これ。ブスケツ中央で伝統構えとけみたいな感じで使っておきましょう、一応。新しいやつね。で、コンセプトアレンジ、もう一個だけね、これはもうおなじみのね、カウンターターゲットメッシにつけておきたいと思います。まあ、これで最後まで使えるということで。あ、っていうか、両方につけよっか、これ、カウンターターゲットな。デンベレとメッシでね。OK。さあ、フレンキー・デヨングも使いたいけどな。ちょっとフレンキーどこ？もう一回。マウコンとかもいいな。どうしよう、フレンキーを黒になってるからな。OMF って使いにくいね。ラキテッチと後で変えようかな、じゃあ。あれなんかこれ。あ、オッケーオッケー。何もないです。すいません。セルジュ・ロベルト、ラングレー、アルバ。あれは？あ、ちょ。なんか、あれ、ビダルとかもおんのか。めっちゃ強いやん、バルセロナ。まあ行きましょう。はい、それではね、試合の方やっていきたいと思います。毎回やると、このね、アリアンツアーレナばっかりでね、やってるんですけれども、ひょっとしてスタジアムってそんなに種類ないのかなって感じですね。まあ、体験版のね、スタジアムですけど、ね、まあ僕、ちょっと本の方が良かったんですけれどもね、まあ今回譲っておきましょう。はい、取った。はいはい。おーおー、トラップ流れた。しかし、おい。あ、失敗した。キャンセルつかなかったな。取った。結構パスが難しいんですけど、このなんかね、ニアコンが、R2 やったのがね、R2 じゃなくなってるんですよね。なので、まあ、結構積極的にこの、R3 というボタン、これをね、まあ、押していかなきゃいけないのかなという感じなんですけれども、はい、こんな感じね。はい、取る。あ、取れない。トラップの際とか？おお。はいはい。なんか、まあ、だいぶね、2019と操作的に、ね、変わってるんで、ごめん、間違えたよ。出したよ。大丈夫。割と慣れるのに少し、まあ、かかるかなって感じしますけどね。とりあえず上げましょう。ブスケツ。惜しい。さあ、まあ、勝ち負けというよりも、やっぱり操作を覚えるというのがね、この体験版で大事なことなんじゃないかな。おい、惜しい。積極的にね、この R3 と言われるボタン、これはね、押していこうかなと思います。危ないですね、これは。でも何も起きなかった。はい。取れる。あ、結構もさっとしますね、なんか。やはり。じゃあね、しょっぱな、まあ、何も知らずに始めたんですけれども、おい、敵にパスするな始めたんですけど、ああ、やばい、ああ、お、外した。外せれんのよ、なんてこれ。で、3時は3対3の引き分けで終わったんですよね。なので、まあ、まだね、体験版初勝利というのはお預けしている状況なので、初勝利ね、とりあえず目指していくんですけれども、勝ち負けよりもやはり操作。おい、ちょっと。で、さっきのね、なんたら、ファ、おい、もう帰ってこい。めっちゃむずいな、やっぱり。R、なんか守備の時も人があんまり動きにくいという。おい、大丈夫、大丈夫。OK。ほい、ナイス。ああ、いけるぞ。よし、よいしょ。いける。ああ、走ってない。ここね、OK、ナイス、ナイス。さあ、ここはきっちり。めっちゃ来た。
あー惜しいな。やっぱりこのダイレクトでのプレーっていうのが非常にちょっと精度が低いというか。あ、な、うわー、あー、やられた。2点目。いきなり2点ビハインドです、これ。なかなか難しいゲームだと思います。OK。トラップが。OK。いける、いける、ナイス、よし、1点返した。やっぱりちょっとね、実況がね、ないとね、なんか、盛り上がりに欠けるというか、だいぶ静かな印象ですね、これ、ゲーム自体。あー、惜しい。走ってると、なんか方向転換みたいなのが、守備の時もちょっと、あると押しっぱなしだと、しにくいというのが、一つ難点ですね。結構まあやり続けてたら慣れてくるんかもしれへんけど、それとやっぱりね、体験版ということで、まあ、実際ね、発売したゲームとはちょっと違うとは思うんですよ。まあ、これ毎年言ってるんですけど、ね、プレイし、おい方向転換になってないし。おパスのね、あれは結構、おぉ、OK。ね、ダイレクトプレイの質の悪さ。あ、そこは R3 の方やったかな。OK。よしよ。ダメか。OK、ナイス。こっち。こっち。OK。あー、開けれないか。危ない危ない危ない。ちょっと、おー、助かった。持ってきてくれた、助かった。おお。いけるか、あーっと惜しい、取れる、あーファルファルファル。ちょっとメッシ右やとなんかあんまり中央に入ってこない感じがするな。あ、惜しいはいはいはい、あんまり中央に寄ってくるメッシを見てない気がするぞ今日は。あ、残念な感じ。あ、来た来た来た。近いわ。だいぶキーパーと近かった。ちょっとなんかダイレクト打った方がよかったかな。あ、やばい。これがね、なんたらファウル。なんたらファウル。なんたらファウル。やっぱり笛吹かれましたね。ちょっと違うかな。あ、これ、これちゃいます？あ、今、ペケボタン2つ。二度押ししたんですけど、あれがなんか新しいファールみたいな。警告、うわい、うまない、相当うまくなってるな。OK。おいおいおい。あ、ちょっと。結構なんか事故みたいなもう、発するんちゃうかな思うのに。あ、めっちゃ点取られる。いや、4点目か、これ。そして盛り上がりの中。前半終了。ちょっとこれね、1点ずつ頑張って返していきたいなと思います。それでは後半進みましょう。はい、それでは後半戦キックオフ。おー、大丈夫？あかん。で、強い操作っていうのが、強い操作というか、それはちょっとおかしいけど、言い方が。シューキャンがめっちゃ強いらしいんですよね。オッケーオッケー。来た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 。来てないわ。あ、間違えた。おーい、コーチンよ。ちょっと落ち着いて。あ、めっちゃパスしてるやん、敵に。OK。ああ、ちょっと先にトラップできんかった。ちょ、シューキャンみたいなのね。前作、ほんまに僕、シューキャン全然やらなかったんですけど、もう今回は、
これが強いらしいんやけど、強くなかった。やばいやばい。これは最強ちゃう？今の。相手の足元に出して。おっと。よしよし、取れるよ。OK。あ、ファールか？オフサイドか、相手の。よし。めっちゃ取られるね、これ。OK。難しいな。OKOKOK。OK、ナイス。よしよし、1点返した。だいぶでもなんかスライディングしてきたりして、うん、舐められてますね、相当。ディフェンスも結構コンピューターとかに任せた方がいいんかもしれんな。OK、いける。おしよ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 し、デンベレ、デンベレ、デンベレ、ナイス。全然新しいプレー出てないけどな。多分ね、これから、木曜日なんでメンテとかがあると思うんですよ。で、メンテも、あかん。メンテがあると思うんで、まあ、その時間帯、時間にね、まあ、あのプレイの今のね、動画とか見返したりして、新しい操作の方法とかを勉強してみるのがいいかもしれませんね。ちょっと。おい、やった！追いついた！今も、R3、まあ、この R のスティックを傾けて、ちょっとドリブルしたんですけどね。やっぱこれ、だいぶ使わなあかんみたいな。ディフェンスは、もう四角結構使っていくのでいいかもしれない。オッケーオッケー。いい感じじゃないこれ。ダメかちょっと。あ、でもファウル。いい位置からフリーキック。いいですね、フリーキック。さあ、これちょっと狙っていきましょうか。あそこね。ちょっと射抜いて、あっとミスった。あー、惜しい。まあでもだいぶ支配率使ってますね。あんまり関係ないけど。あかん。あかん。カーソルが。カーソルチーム結構難しいな。おい！危ね。ナイス。おい！うん？ちょっとやばいな。取れる。OK。最高。行こう。うわー、背中に当たった。取れる？オッケーオッケー。うわー、ちょっと待って。よいしょ、取れる。あ、これも、コンピューター、CPU、CPU、CPU。あははもう、危ねえ。時間帯も4対4で、この点の取り合いになりましたよ、ほんまに。さあ。ちょっと相手がだれたっていうのもありますけどね。おい、危ない。よし。ここまで来たらちょっとね、やっぱり勝ちたいですね。OK。OK、行こう。行こう行こう。よっしゃ、よっしゃ、いけるぞ、これ。いけるぞ。あー、もうどこ行くねん。あーもう待って、ちょっと、あ、いけいけ。やばい、そう、守備めっちゃむずない、やっぱり。OK! デンベレさん、行ってください。あー、惜しい。デンベレさん、プロに昇格してるからな。OK。さあ。いかんね。どう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 。あかん。やっぱちょっと高いな。
中央はさすがに取れる。うん、OK。来た！ダメ！デンベルさん！デンベルさん！あかん。終わりか。まだいけるぞ。ラングレー、ナイス、投げ。あー、ちょ、オフサイド、オフサイド。オフサイドか。うお、ちょ、オフサイドないじゃん。待って。よいしょ。ここで落ち着いて、R3。R3 という表記を、言い方おかしいよな。メッシ、あー、それはダメか。あー、もう。結構でもね、ウィル2019では、ロスタイムがめちゃめちゃ短かったんで、これね、しっかり、まあ、ロスタイムあるんかなっていう感じしますね。ほとんどね、まあ、ないに等しかったからな。あ、音楽流れ出した。でも、実際は音楽、まあ、この動画では流れへんかもしれんけどな。いや、まあ、数多くのピンチをね、招きましたが、まあ、なんか雰囲気、守備は、なんて言うんだろう、AI に任せた方が確実かなって感じしますね。なんか自分で操作すると、本当に方向転換っていうのがね、難しい感じがするんでね。うん、まあ、なんかウィーレ2019と20では結構操作というか、まあ、感覚という面で、変わってきているんで、ちょっとね、まあ、どちらかにちょっとするとまあ絞った方がいいのかなという。なんか2019やって2020やって、2019やって2020やってと、2020というか2020体験版なんですけれどもね、まあ、そういう風な感じやってると、感覚自体がだいぶ変わってきているんで、あまり良くないかもしれないというのが、ちょっと一つ印象に思いました。はい、ただかなり失点したなって感じしますね。ちょっとメッシがね使ってプレーできたらなと思ったんですけどね、今更ながらなんですけれども、絶好調やったんだよねメッシ、まあ、一番スキルとかもたくさん持ってるしね、操作もしやすかったんだよねメッシは。もっと使った、まあ、もっとボール持たせてあげれたらよかったかなという、気がします。はい、まあ意外とデンベレさんがね良かったっていうのもありますね。まあ、選手交代1回もしないけどな。忘れとった。誰だっけ？あ、デヨングね。はい。フレンキー・デヨングを、入れようと言ってたんですけれども、やっぱちょっと白熱してしまってね、忘れてました。はい。まあ、バルセロナめっちゃ選手多いな。これにほんま後からグリーズマンとかが加わるんで、これね、メッシ。いや、いい感じでしょ。で今回の肝はこのね R スティックこれだと思います。というかこれ使わんことにはなんかうまいこといかないんかなっていう、うん、で新しい、操作方法を試すって言ったんですけども、やっぱりなかなかねオンラインでは試せないなっていうのがありますんで、まあ、ちょっとねコムで、何ぼかやってからなんか、まあ、一つずつねスポット当てながらやっていくという方がいいかもしれないですね。そんな感じでちょっと動画出していこうかなと思いますので、まあ、今回はこんな感じ、初めてのウィレ2010体験版の試合の動画、出しました。はい、もうちょっと、次は新しく、入ったなんかプレイのやつをね、プレイというかスキルを試していくみたいな感じで、投稿しようかなと思ってますので、よかったらまた見てください。はい、ということで、今日はねこのハイライトの中ですが、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。